皆さん、新年明けましていかがお過ごしでしょうか。おめでとうございますとはとても言えないような、終末期に向かっているかのような様相を呈してきている日本社会ですが、そんな中パソコンが無事に復旧してですね、パソコンを初期化して一から自分で組み立て直すみたいなことをしてたら、年内の動画投稿に間に合わず、オープニングの動画だったりフォントが変わってしまったのも素材のデータがどっか行っちゃったからなんですけど、何にせよひとまずこうして約5ヶ月ぶりですかねになってしまいましたが、動画を投稿できるところまでたどり着きました。で、前置きはこのぐらいにして、久々の動画は先月中旬の令和代表選中に撮影した長い動画なんですけど、もしよろしければお時間があるときにでもご覧になってみてください。それではどうぞ。皆さん、大変にご無沙汰しております。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今日は12月14日ですね。最後に投稿した動画が8月になってすぐですから、今日まで4ヶ月以上の時間が経ってしまいましたね。動画投稿のみならず SNS なんかでもずっとだんまりの状態が続いてしまって、何か一言でも言わなきゃ言わなきゃって思いながらも、何ですかね、こう口を手で塞がれてるかのように何にも言葉が出てこなくて、活動をやめるとか休止するとかっていうことであればそう言えばいいだけの話なんですけど、そういうつもりでいるわけでもないだけに困ったなっていうか、そうなってる理由が説明するには複雑すぎて、こういくつもの要素がごちゃごちゃになっているがために、人に伝える段階にまで整理しきれなくて、そんな風にしながら時間が経過すればするほどに深みにはまっていってしまったと言いますか、こう大縄の連続飛びのこう 列に並んでいながら、どのタイミングでね、その縄跳びの中に入っていいのか分からなくなってしまったと言いますか、何を言えばいいのか分からない、身動きが取れない、何も言葉を発信できないし逆に受信することもできないっていうような、そんな状態になっていってしまいました。本当に心配してくださった方には何のアクションもねせずに、黙っていてしまったことを本当に申し訳なく思っております。それでこんな風になったのも、皆さんに話せる理由と話せない理由との2つがあってですね、今回はその話せる理由の方についてだけ触れていってみたいと思います。僕は以前から令和スパチャっていう支持者やボランティアの負担する役割のウィングを広げていくっていうような提案をしてきたんですけど、せめてロゴマークのデザインだったりポスターのデザインだったり、そういう広報チームが担ってる役割だけでも支持者やボランティアが切磋琢磨して生み出していくようなシステム作りが不可欠なんじゃないかと今でも思ってるんですね。それに近い構想があることを代表選で櫛渕麻里さんがね今おっしゃってくださっていて、で古谷さんも言うまでもなく太郎さんもこれからの令和に必要すぎる逸材なので未だ投票に迷ってるところなんですけど、で櫛渕麻里さんのお話に戻ると、例えばマイケル・ジャクソンだったりジョン・レノンだったり宇多田ヒカルの
楽曲が嫌いな人って老若男女世の中にあんまりいないと思うんですよ。けれども現在の令和新選組は言うなれば一部の熱狂的なインディーズバンドのファンの集いみたいな状態、立ち位置で、音楽なら別にそれでもいいんですけどね。音楽で別に宇多田ヒカルを目指さなくても国民が息絶えるわけではありませんから。なんですけど、現状のシビアすぎる政治システムの中で統制を拡大していくっていうためにはそれじゃダメで、なるだけこう大多数の人のハートをつかむ、なるだけ多くの人がこれ好きだなって思える普遍性を制作のみならずイメージとしても追求し続けなければならなくて、せめて政党の顔の部分ともいえるロゴマークだったりポスターのデザインだけでも宇多田ヒカルを目指していく必要性っていうものがあると思っていて、決して広報チームの力量が不足しているとかっていうことを言いたいわけではなく、広報チームの、ね、狭い枠組みの中でだけで切磋琢磨していても、その枠を超えて新しい発想だったりアイデアが生まれにくいし、普遍性に近づきにくいし、シビアな競争関係の中に置かれていない、その内輪だけの切磋琢磨なので、なあなあになっていっちゃうと思うんですよね。だからこそ広報チームも政党の外にいる腕に覚えがある人々とデザインを出し合って競い合って、オーナーズに限らず様々な人を巻き込む形での投票で一番優れたデザインを選出していくようなシステムが欲しい。そしていずれは制作に関しても広く募集をかけて、本部は支持を多く集めた制作だけに目を通せばいいので、そういう審査をする労力は限りなく少なくできると思いますし、そういうプロセスを経て生き残った案だけを本部が精査して、その選ばれた政策をそのまま受け入れるっていうのはさすがに難しいとは思うんですけど、そういう多くの支持を集めた政策や選挙戦略のそのせめて一部だけでも取り入れていくようなシステムになっていってほしいですよね。その日本で初めて市民が主役になった政党であるならなおのことというような、8月のその最後の動画の次にはそういう話をしようとしていたことまでは覚えてるんですけど、参院選が終わって令和新選組からの発信がしばらく何もなくなった期間に気が抜けてちょっと疲れたなっていう心持ちでいた、そういう時に実は家族が、僕の家族が熱発した後に陽性判定が出てしまって、その2日後くらいに僕も熱発して陽性判定を受けてしまって、濃厚接触期間も入れて2週間ぐらいですかね、思いのほか症状が重くて、頭痛だったり喉の痛みだったり、あとこの肋間神経痛っていうものが結構しぶとく続きましたね。それと何よりブレインフォグですね。何かこう行動したりだとか考えたりするような気力が奪われていってしまって、そういう状態が療養期間を終えてもしばらく続きましたね。それで仕事に復帰したら下で、今まで味わった腰痛の中でもダントツレベルの激痛に襲われてしまって、腰っていうよりももうちょっと下の左足と腰の間の股関節みたいなところって言ったらいいですかね、仕事中に地べたに這いつくばったまま全く身動きが取れなくなってしまって、この痛みがとてもしつこくてですね、結構長く続いて痛み止めを飲みながら
炎症が収まるまでを乗り切ったんですけど、こう良くなったと思ったらまたすぐ再発するような、持病に発展していってしまって、つい最近もこう自宅で筋トレをしていたらぶり返してしまったりだとかして、そんな身体的なトラブルが活動が止まってしまう最初のきっかけになっちゃいましたよね。加えてうちには5羽の鳥がいてですね、で1羽だけまだ動画の中ではご紹介したことがなかった鳥がいて、あのタイのブリーダーさんが育ててくださったタイハクオウムっていう中型から大型ぐらいの大きさの鳥なんですけど、過去に引転した症例が一例もないと言われているような、こう不治のウイルスに感染してしまって、というよりうちにお迎えする前からすでに感染していた可能性が高くてですね、血液検査はしていたはずだったんですけどね、 PBFD っていう鳥の病気としては死に至る難病でよく知られたウイルス感染なんですけど、人間でいうところのエイズですよね。免疫不全に陥ってしまって、8月頃からどんどんこう羽が抜け落ちていってしまって、今はこう体の前側だったり頭頂部がこうツンツルテンのそんな状態で、で羽毛の形成に異常が起きていて、羽になりきらないツクツクのが生えてる状態だったり、筆毛が生えてそのまま止まってしまっているような状態なんですけど、やがてはその免疫力が低下したっていうその防御壁をかいくぐって何らかの病に罹患して命を落とすことになってしまうっていう、赤星インコみたいな小さな鳥なら引転するケースは珍しくはないみたいなんですけどね、タイハクオウムが引転したケースっていうものは過去に一例も知らないっていうふうに僕が尋ねた3名の獣医はもう言い切ってましたね。そんなこともあってどうにかして治療をする方法はないものかと調べていたことも、活動が止まってしまっていた理由の一つと言えるかもしれません。そしてそのメディアが旧統一教会問題一色っていうその喧騒の中で起きた支持者同士の石の投げ合いだったり、アンチに移り変わった人々とのいさかいなんかもね、ちょっと見ていて辛いものがありましたよね。埼玉の問題にしてもプリティさんの問題にしても支持者と本部のやり取りにしても、どの人にも各々の正義があって、どの人の言い分にも何かしらの一理が含まれているだろうし、僕はその当事者全員のねお話を聞いたわけではありませんから、ただただ見守ることしかできなかったわけなんですけど、日本社会がますます沈没していく、そういう悪化の意図をたどる政治状況の相乗効果も相まって、だんだんとこう政治っていうコンテンツに対する拒絶反応が起こるようになってきてしまって、しばらく政治にまつわる YouTube だったり SNS っていうものが見れなくなった期間がありましたよね。今もちょっとその後遺症が残ってる感じがします。それで令和の話に戻ると、大西常喜さんの件の時もそうでしたが、今回ほど伝える相手の立場に立って影響力が大きい人はもちろんのこと、そうでない人も慎重に言葉を選んで発信していく重要性っていうものを実感した機会はありませんでした。職場だったり家庭の中の揉め事なんかもそうなんですけど、世の中の人間関係の中で起きるトラブルのほとんどは相手を敬う思いやりを持った
言葉選びをするっていうだけで起こらなかったトラブルなんじゃないかって思うことがありますよね。思いがけず何らかの傷を負ったり負わせてしまうことはあっても致命傷を負わせてしまうことは心がけ次第で避けられるのかなと、けれどもそれ以前に令和支持者の中にも正しい貨幣観を持った人の中にも真っ当な公益を追求する人の中にも陰湿な人がいたりね、表と裏の顔がまるで違う人がいたり清濁併せ持ったいろんな人がいて同じ政党同じ政策を支持しているからといってその中の全員が手と手をつなげるわけではありませんし全部が全部分かり合えるなんていうことはないっていうことも今回、身に染みて痛感しました。政治って社会全体をより良くしていきたいっていうある意味自分っていう個である存在を社会全体に拡大していくつもりで行動を起こしていく作業でもあるんですけど今お話ししたように一人の人間は社会全体として ではなくこう物理的に、個として存在してますから個としての自分の方が全体としての自分よりも力関係が強くなってしまうのは当たり前のことでみんなその好き嫌いも得て増えても性別も得られる所得も経験することも均一であるならこんな難儀なことはないんですけどそういうものがちっとも均一でないがために積極財政っていう大枠の方向性は一緒でも個としてのボタンの掛け違いは発生してしまいますし譲れない思いが衝突してしまうっていうことは避けられないですよね。令和は特に確固たるね信念を持った人々の集まりであるだけに余計にけれども本質的な意味では実は私たち人間は個ではなく善なんですよね。8月の最後の動画でもお話ししました。私はあなた、あなたは私というそういう理解を確固たる軸に生きるのであれば自然と言葉は建設的なベクトルを宿した言葉に、変化していきます。自分に認識される全ての人が自分の合わせ鏡であり目の前にいる相手は常に自分自身の投影であることが見えてくるからですね。人が誰かに攻撃的な言葉を放つとき、それは常に自傷行為でもあるんですよ。これは経済活動に関わる全ての国民が密接に緻密につながっているし、お金を介して社会に関わる全ての人がつながり合っていて、相互に影響し合っていて依存し合っているのと一緒で、根拠のないふわふわとした理想論の話ではなく、事実として理屈で突き詰めても私たちは一つであるし、私たちは善であるし、あまたの個が結集した一つの生命体でしかないんですよね。そしてそういう理解を得た人が増えれば増えるほどに経済もまた部分的なものではなく全体で一つであるっていう理解者は増えていき積極財政のウイングは広がっていって社会全体はいい方向に向かっていくような気がしております。まあこれまでもそういうことをお伝えしてきたわけなんですけどこれからの時代ますますそういう視点っていうものが大事になってくるっていうことをひしひしと感じてきてますよね。
政治に関わる人々がよく言うより良い社会にするっていう、この良いっていう言葉には2種類の良いがあるっていうようなことを語った哲学者が過去にいるんですけど、一つは良識の良の字の良いで、この意味での良いの裏側には個としての利害、個としての採算性が常に隠れてるんですね。この意味での良いを求める人間が多数派である限り、この世からその争いが絶えることはありませんし、人間が本当の意味での幸福を得られることもないと思います。人間に真に精神の充足や幸福、平和をもたらす良いは善悪の善という字の良いだけなんですよね。この後者の意味での良いは、実はその悪の対義語じゃないんですよ。一般的に知られている悪の対となる善は前者の良いと同じで、誰が最初に善と悪っていう対立関係に仕立ててしまったのかは知りませんが、立場や利害関係によって人それぞれ何を善とするか何を悪とするかっていうものが変化するような、それは善ではなくて、そういう善悪みたいな対立軸を超えたところにある、そういう善はいつ何時も未来永劫再三度外視なんですよ。神、愛、魂、命、これらのものと一緒ですよね。至らないところ、未熟なところが多々あるにしても、令和新選組はそういう対立軸を超えたものを政治の世界に顕在化させた初の政治団体だと思っておりますし、その採算度外視の瞬きや明滅は切れかけた蛍光灯のように極めて不安定で、ついたり消えたりを繰り返しながら紆余曲折の道のりをたどっているわけなんですけど、そうなって当然なんですよ。事件は現場で起きてるんだじゃないですけど、青島刑事の政治は対立軸の中で起きているわけですからね。しかも令和はお行儀よく舗装された草木も砂利も障害物もない、ただの平坦な道を歩んでいるわけではなく、前人未到のジャングルや荒野を映画マッドマックスの世界のように、一瞬の気の緩みも許されないような弱肉強食のデスロードを、生老病死や喜怒哀楽を宿した生身の人間がサバイブしてるわけですからね。その手探りで、山本太郎さんがここ最近ね、とっても苛立ってたり、言葉の端々が怖いくらいに尖ってる場面をよく見かけるんですけど、本人も話していたように焦りだったり真剣だからこそのそれですよね。あのザ・ファースト・スラムダンクで話題の井上雄彦先生が描いたあのバカボンドっていう作品の中の宮本武蔵がお風呂が嫌いなことが判明するシーンっていうものがあるんですけど、その理由がですね、心の構え、常日頃きっと体の状態はいつ何時切りかかられても瞬時に対応できるように備えていて、お風呂でこう流される赤と一緒にそういう構えまで解かれてしまう気がするから、だからお風呂が嫌いだっていう話なんですけど、山本太郎さんもそれに近いものを僕は感じるんですよ。一瞬でも気を緩めたり弱気なところを見せたら足元を救われると恐れているかのような殺気、自分の趣味だったりお酒を断ってるのも宮本武蔵の風呂と一緒ですよね。そのぐらいの気構えでいないと戦いのモチベーションっていうものを保てないし、
政治という言論の戦場で切り殺されるし、何より残された時間はそう長くはない、日本の運命という自分が背負ってるものの大きさを分かってるからこそなんですよね。僕が想像しうるこの世の一人の人間が体験するシチュエーションの中で、これ以上の大変なことはないだろう重圧体験が今の山本太郎さんの立ち位置ですね。そんな武骨で不器用な令和新選組ですが、初めて僕が令和新選組から対立軸を超えたもの、この世を超えたものを感じた2019年の時のあの時の感触は今でも偽りなく揺るぎませんし、色褪せません。悲しいかな、緊縮財政に洗脳された大多数の国民から見れば、令和新選組内の揉め事なんてどうでもいいことですし、そもそもそんなトピックを知る気もありませんし、それはこんなにも政治が壊れきってもなおそれなりに生きれてるし、インターネットやスマホの普及で便利な世の中だし、24時間いつでもどこでも月額1000円2000円のデータ通信料を払えるお金さえあれば、娯楽っていうものにはこと書かないですしね。そんな風にどんなに貧しくても苦しくても、いつでも気休めの娯楽や不安の吐け口が用意されている状態、ただほど怖いものはないと言いますか、24時間いつでも現実逃避ができる状態に置かれているっていうこと、そのことによって国民の目を政治という現実から目を背けさせるっていう役割がインターネットやテレビやスマホには、あると思うんですけど、そういう過度な便利さも後押しをして、ここまでぶっ壊れても現状を疑わない国民、現状に満足してないわけではないけど、かといって困っているわけでもない国民、水温が上がり続けていることに気づいていないゆでがえる状態の国民が、そのまだまだ多数派なんですよね。人間って自分が個の存在であるっていう思い込みから、自分や自分の家族、親しい友人だったり、人生の拠り所にしている憧れの人物や尊敬する人物くらいまでの半径の中にいる人たちさえ平穏無事でいるなら、それ以外の人はどうでもいいと思ってるって言ったら言い過ぎですけど、半径外の人を自分ごとのように捉える想像力が働かないようにできている存在なんですね。そもそもこの半径の範囲が大きい人はいつの時代も少数派だし、時には変人扱いされるし、邪魔者として殺されることもあるし、けれどもこの少数派の人々が弱肉強食のイデオロギーを掲げる強者の人々から、人間に内在する善あるいは愛、そういうものをどうにかこうにか守り続けてきたっていうふうにも言えますよね。安倍元総理の銃撃事件以来、連日連夜宗教が日本の政治に深く侵食しているっていうことが報道されてきましたが、もちろんこの問題も重大な問題であることは間違いないと思いますし、追及すべき大切な問題であることには間違いないんですけど、それまで上級国民寄りの発言をしてた様々なコメンテーターが、この件に関してはなぜかまともな発言をしていたり、メディアが急に威勢よく政権批判をするのって、この件を叩いても自分の地位や富は約束されてるからだと僕は感じたんですよね。旧統一教会問題は問題の本当の本丸を隠すためのカモフラージュの役割も果たしているっていう風に
僕には思えるんですよ。本丸っていうのは言うまでもなく、日本が残存する供給力の限り国民全体にあまねくお金を配り続けられる真実や、そうであるがためにあらゆる徴税にまつわる税金の減税や消費税やインボイスを廃止したところで、政府が国民のために使うお金、社会保障でも防衛費でもインフラ整備でも、その財源がなくなるっていうことはないっていう真実ですね。旧統一教会と自民党の関係性にまつわるトピックを国民に暴き知らしめたところで、その代わりになる資本家の傀儡政治家はいくらでもいるだろうし、資本家は痛くも痒くもないから、だからメディアはこの問題をむしろ積極的に扱うのかなっていう、そんな気がしてならないんですけど、もうそれを言っちゃおしまいっていうお話をしてしまうなら、大多数の国民のこの半径内の人間、家族や大切に思う人の身に危険が及んで、なおかつそれが政治による生命の危機なんだと判別して投票行動に至る国民が増えない限り、投票率は上がらないし、令和新選組の人道的正論も届かないんですよね。その私たち人間が予期せぬ事故や重い病を患った時じゃないと、それまでの当たり前の日常が当たり前じゃなかったことに気づけないのと同じように、取り返しのつかないところまで行かないと気がつけないっていう国民がほとんどなのかもしれない。ですが残念ながら人間なんてそんなもんで、先ほどからお話ししているように、多くの人間は限られた範囲の人や物事しか認識できない。川の下流の水の汚れは上流で起きてる政治が原因だっていう真実にはつながらない。そういう広い範囲を考えられないようにできてしまってるんですね。教育やマスコミの刷り込みっていうのももちろんあると思うんですけど、自己防衛的に広い範囲を認識できすぎてしまうと精神が崩壊してしまうんですよ。耐えきれなくなって、通常の人間は。だから世界中の貧しい国々の奴隷労働者の犠牲に成り立つこの私たちの豊かな生活に悩みもだえることなく、先進国の人々は日々のこの当たり前の生活を遅れてるっていうことなんですよね。加えて膨らみ続けるさまざまな社会不安や、仕事に追われ続ける低賃金労働や気休めの娯楽や情報過多の社会が一人一人の受け皿のキャパをいっぱいにしてしまうことに拍車をかけていると、とも、言えるかもしれません。だからといって行き着くところまで行くまで、壊れるところまで壊れきるまで黙って見てるべきだなんて言いたいわけではなくてですね、そうなるまで国民は気づかないのかもしれないと分かってはいても、自分にやれることをやれる範囲で引き続きやっていくしかなく、山本太郎さんは超人的な情報処理能力や大きな受け皿の持ち主なので、毎日が嵐のような中で様々な言葉 や情報を受け止めながらもどうにか正気を保てているわけなんですけど、休める時にはしっかり休むことも大事ですねっていうことを痛感した4ヶ月でもありました。その受け皿がバラバラに壊れて粉々になるまで自分を酷使することなく、そしてこの先日本人の数がどんどん少なくなっていくとしても、さらなる増税や悪法が日本中にはびこるようになったとしても、せめてこの動画を見てくださってる皆さんと
皆さんの大切に思うその人だけでもどうにか生き延びてほしいし、自分らしく生きていってほしいなっていうふうに思います。最後に僕の今後の活動についてなんですけど、やっぱり僕は動画配信をするにしろ、ボランティアをするにしろ、一人でマイペースでやるっていうのが性に合ってるようで、自分の手の届く人脈や手段の中でできることとできないことを見極めながら、できうる限り令和新選組をすでに支持している人ではなく、そうではない一般人や無関心層、そういう人々を開拓していって、政治を通じたつながりだけにとらわれず、広く薄く人とつながっていけることをしていけたらなっていうふうに、限られた時間をなるべくそういう時間に費やす方が、巡り巡って令和新選組の支持拡大につながっていく気がするんですよね。これはあくまで僕自身がそういうやり方の方が合ってる気がするっていうだけの話です。これからの動画の中身だったり投稿頻度だったり、そういう具体的なことは何も決まってないんですけど、何が起きてもおかしくない未来を意の向くままに、赴くままに生きていきたいっていう、そんな心境ですかね、その現在は。それともう一つ大事なことがありました広告収益14,183円が先月だったか先々月ぐらいに、あの Google から振り込まれて、で令和新選組に6回目の寄付をすることができたんですけど、今後もこのことは、この広告収益は令和新選組をはじめとする積極財政政党に寄付していくっていうことは続けていきたいなと考えております。久々の動画投稿で至らない点など多々あったかと思いますが、長いお話に最後までお付き合いくださりありがとうございました。